はい、と英雄伝説ゼロの奇跡実況プレイパート65やっていきましょう。さあ、黒の競売会、何やらね、ザージが、ワジが、なんかね、面白いもの見つけたらしいんですけども、この競売会にどうやら侵入者がいるのではないかということで動いていきます。ってなってくると一番危ないのは、間違いなくここだと思うんだけど、待てよ。で、これあれ回収したよね。まあ、すでに1個逃してんだけど、クロスベルタイムズは。あ、ほらほら。ダメだ。気絶している。へえ。どうやら一撃で混沌させられたみたいだね。こんなことができるのは。とにかく、中に入ろう。インカ。てめえ、いつの間に現れやがった。我が名はイン。月の光さすところならば、どこへでも現れよう。ふざけろ、くたばりやがれ。我が名は無限。最悪者への手向け。眠れ。白金の光に抱かれ。バク！メッチ！バカな。やっぱり。妙な気配がするかと思えば、お前たちも入り込んでいたか。あんた。へえ。随分とヤバそうな人だね。察するに巷で噂されてるインドのなのかな。いかにも。テスタメンツリーダーワジ・ヘミスフィ。妙な気配の一つはお前のものだったようだな。それ以外にもいるようだな。まさに福魔伝だったか。ふーん、面白いことを言うね。それで僕たちも彼らのように実力で排除するつもりかい？おい。お前たちを始末するのは簡単だが、この場を任せても面白いことになりそうだ。え？そちらの奥の部屋にはオークション後半の出品物がある。ヘイユーに流れた情報によると、面白い爆弾があるらしいぞ。その目で確かめてみるといい。さらばだ。おい！なんて身のこなし。やれやれ。噂にたがわぬ化け物みたいだね。やり合う羽目にならなくてラッキーだったけど。どうするんだい、ロイド。時間がない。奥の部屋を調べてみよう。あいつが言っていた爆弾、本当にあるなら確かめてみたい。そう言うと思ったよ。仕方ないわね。できるだけ急いで調べるだけ調べてみましょう。ああ、あ、休める。でも休む必要はねえな。お、ここは見つけて、私を見つけて。どうやらオークションの後半に出品されるものみたいね。まだ結構あるみたいだけど。後半に出るってことはとっておきの品ばかりだろうね。時間もないことだし、手分けして調べてみようか。ああ、どうやら本当に何かありそうだ。どう考えても正面の箱でしょう。
ろくでもないもバカだ。このトランクは随分大きいけど何が入っているんだ。鍵がかかっているけど、このくらいだったらなんとか。お、ピッキングやる。捜査官研修で習ったピッキング対策用の技術、まさかこんなところで使うなんてな。やった。もしかしてこれがローゼンベルク工房の、まるで本当に生きているみたいだけど、でもこれは、お兄ちゃん誰？どうしたの？その子、君はどうしてこんなところに？どうしたの？目をまん丸にして。お兄ちゃん面白い。いや面白いって、もしかして偶然中に紛れ込んだのか？お父さんとお母さんはどこにいるかわかるかい？ん？お父さん？お母さん？キーヤ、そんなの知らないよ。キーヤ？君の名前はキーヤって言うのか？でも、一体誰の？ねえロイド、その子の格好、どう考えても招待客の子には見えないんだけど。ああ、もう、もちろん分かってるけどさ。なるほどね。どうやらその子が爆弾だったわけだ。ローゼンベルク工房の人形がしまわれているトランク、もしこのまま会場に運ばれてその蓋が開かれていたら。なるほど。へえ、お兄ちゃんロイドって言うんだ。ロイド。いい名前だね。どうも。で、そうじゃなくて、キーヤ、他に覚えてることはないか？知ってる人とか住んでいた場所とか。何も思い出せないや。とにかく君をこのままにはしておけない。一旦ここを出て。いけない。やれやれ、タイムオーバーみたいだね。な、バカな侵入者だと。出品物を確かめろ。おお、やる。電光石火ね。ワジ、どうやら覚悟を決めた方がいいんじゃない？このままだと確実に連中に捕まることになるよ。わかった。キーヤ、俺たちと一緒に来てくれるか？君のことは絶対に守るから。ん？よくわかんないけど別にいいよ。キーヤ、ロイドたちと一緒に行く。いい子だ。二人とも動きやすい格好に戻ってくれ。それと外で待機しているランディたちに連絡を。これよりこの子を連れて議長邸から脱出する。わかったわ。楽しくなってきたじゃないか。エリーはそのまま？あ、着替えた。EP 多いね、マジ。レベルも高いし。
加速、あーこれ強えな。はい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 、駆動解除ね。回復もできるし攻撃もできるし、いい感じに整ってますね。それちょうだい。この辺は1時間にでしょ、どうせ。いたぞ、侵入者だ。キーヤ、下がっていてくれ。うん、来るわ。あ、黒い人たちだ。私の番です。ああ、なるほど。任せてくれ。行くよ。外した。逃げろ。よし、やった。僕の番か。私の番ね。よし、僕の番か。任せて。お疲れ様でした。先を急ぎましょう。やったわ。トライクベル。度胸のある子じゃないか。この調子でなんとか逃げ切れるといいんだけど。とにかく急ぎましょう。さあ。お。やはりネズミが出やがった。てめえら、狩りを始めるぞ。客はオークション会場に隠れして、屋敷の出口は完全に封鎖しろ。ネズミ一匹逃がすんじゃねえぞ。承知しました。なんか、でっかい人がいるね。どうやら正面玄関から逃げるのは無理みたいね。なんと、屋内に犬を放つなんて。なんとか撃退しないと。来るよ。ワンちゃんたち。定番の軍用犬ね。私の番ね。出た、加速。時の結界を砕け散れ。強すぎ。
さてと。おお、よし。はい、次かな。よし。うお、俺の番だな。行くぞ。セーター、行くよ。エニグマ駆動。行くぞ。やれやれ。どうした？俺の番だな。OK。 まだまだいける。下はダメなんでしょう。誰かいるな。ここは確かハルトマン議長の部屋じゃなかったかしら。ネクタイね。へえ、さすがに豪華そうな部屋だね。どうやら先客がいるみたいだけど。おいおい、先に気づくなよな。せっかく驚かせてやろうと準備してたのによ。レクターさん、どうしてここに。おお、これはなかなか。ふん、あんたらも随分と面白い魚を釣り上げたもんだな。お魚ってキーヤのこと？キーヤ食べられちゃうの？おお、頭からガブリと人の身にな。ガオーバクバクバク。しまった、喉に詰まらせちまったぜ。この人変な人だね。それは十分すぎるくらい分かってるよ。インといい、 IBC のお嬢様といい、変な知り合いが多いな。これも君たちの人徳かい？そんな人徳嫌すぎるんだが。というかあなたも十分変な知り合いでしょう。おいおい、あんたらちょっと和みすぎだろ。もうちょい脱出者としての緊張感を持ってくれないとな。いや、いきなりそんな正論を言われても。おい、いたか。右翼は調べた、あとは左翼だけだ。議長の部屋も確認しろ。何グズグズしてんだ。俺がいた場所があるだろうが。迷っている暇はないわ。これはレクター様。おう、見回りご苦労。クセ者が出たらしいが、そろそろ捕まったのか。いえ、ですが時間の問題です。ところでレクター様はどうしてここに。ああ、この辺りで変な物音が聞こえてな。変な物音、まさか侵入者。おい、出てこいよ。怖がることないんだぜ。何を。最初から私たちを突き出すつもりで。いや、ね、猫。おお、クロ、そんなに怖がるなって。ほら、犬に追いかけられて怖い思いをしちまったか。よし、この黒い連中に一言文句を言ってやれ。人騒がせな。失礼する。ああ、そうそう、今思い出したぜ。さっきそこの窓から妙な連中を見かけたんだが、
あれがクセモノってやつだったのか。妙な連中、どういう連中ですか。なんかちっこい女の子を連れてたみたいだが、裏庭の方に逃げていったぜ。間違いない、目撃情報と一致するぞ。いつの間に屋敷の外に。若頭に報告するぞ。見事な手並みだね。その猫、最初から用意してたんですか。何のことだ。おや、裏庭に逃げたはずの連中がなぜここに。世の中不思議でいっぱいだな。やっぱり変な人だ。本当に助かりました。みんな、一か八か玄関の方に行ってみよう。さっきの誘導で手薄になってるかもしれない。ええ。ケイ、よし、あの数なら強行突破しましょう。行こうか。ああ、え、な、外に出たんじゃ。遅い。もうまた来たわ。行くよ。はいはい。はあ。任せて。時の結界を砕け散れ。行くぞ。アンブリックさせるか。あ、ダメだった。僕の番か。はあ。逃げろ。行くよ。よし。広範囲攻撃するようなのがないな。これでいいか。さてと。エニグマ駆動。ドキドキしたね。よし、出直してきなよ。騒がしいぞ。また見つからんのか。お前たちら。あ、丸っこい人。マルコーニ会長。問題ない、このまま脱出するぞ。アリベデルチ。何をやってるお前たち。起きろ、起きんか。ガルシャ、何をやってやる。面白いことになってますわね。しかしロイドさんが抱きかかえていたあの子は。よし、合流。ロイドさん、よかった、無事合流できたか。はあ、ヒヤヒヤさせやがるな。って、なんだその子は。通信で伝えたでしょ、女の子を一人保護したって。ねえねえロイド、この人たち味方なの。ああ、信頼できる仲間さ。時間がない、早くここから。そうはいくかよ。
やれやれ、読まれていたみたいだね。若頭の指示通り貼っておいて正解だったぜ。なるほど、警察の小僧どもだったか。さすがに老いたが過ぎたみてえだな。動力式の重機関銃なんてものを持ち出しやがる。しかもラインフォルトの最新式みたいですね。抵抗してもいいんだぜ。この間合いだったらあっという間にミンチだろうがな。ねえねえロイド、もしかしてこれがピンチっていうやつ？ああ、どうやらそうみたいだ。いや、まだみたいだね。うわあ、なんだ。さすが。ほえ、黒い人たちやられちゃったよ。え、今のは屋敷の方から飛んできたみたいだが。どうやら他にも助っ人がいたみたいだね。詮索は後にして逃げた方がいいんじゃない？ああ、今ならちょうど水上バスが来ています。とにかく鳩場に向かうぞ。しゃ、あ、じゃあ、まさか外区に犬を。なんかいっぱいいるね。来るぞ。敵集団との戦闘を開始。ええ、今だ。クラッシュミラージュ。よし、にゃ、行くぞ。あれ、いささかちょっと消費しすぎだな。いい感じに巻き込めない。任せろ。私の番です。